グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工令。こちらのお家はどうやって問い合わせが来たんですか？うち の、 あの雑草対策のホームページをご覧になって、奥様の方からご連絡が来ました。あ、はい、今この石張りをしている部分に草がいっぱいもう生えてしまいましたね、はい、それでもう膝の高さぐらいまで草が生い茂っていた、そんな状況のお宅だったんですよ。うーん、大変でしたね。もう石を張ってしまえば草が生えることがないので、はい、また石張りも似合うようなそういうお宅だったので、うん、あの石を張るご提案で、気に入っていただいたというような、うんうん、そんないきさつで今石をどんどん張っているような、うん、そんなところです。今は石と石の間のモルタルですね、うん、はい、この石と石との間を目地っていうんですけども、はい、この目地をちょうどモルタルで埋めている、うん、そういう作業の最中ですね。うん、また細かい作業ですね。もう大地に絵を描いているようなものですから。そうですね。なんか細い道具持ってやってますよね。これがあの目地コテっていうんですけれども、うん、普通関東の目地コテって直線の今あの職人の足元にある今持ったこちらの方が関東の目地コテなんですね、うん、はい、まっすぐなんです。ただまっすぐだと今も見ていただいたように間に入らないですよ。石と石の隙間が狭いし、ま、ね、ね、っすぐでないから、うん、そこでスプーン型の特殊な目地コテを職人が京都の庭師の道具屋から買ってきて、それを大事に使っているというようなそういう状況です。うんうん、今この奥の部分の石張りの目地を仕上げていました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますのでホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。